イエーテ・ボリキュー・コルベットは、スウェーデン海軍が運用しているコルベットの艦級。設計は KK、KKV-90 型と称されている。先行する、ストックホルム級と比して、基準排水量にして70トン、水船長にして3.4メートルの大型化となった。船体は、構成、上部構造物は、アルミニウム合金製である。また安定化のためフィンスタビライザーも備えている。 主機関については、1966年収益のスピカ級及び1973年収益のノーショーピング級では、プロテュースによるコホ具グ方式、また、ストックホルム級では、ムツ 16V396TB94、ディーゼルエンジンとアリソン570、KF がスタービンエンジンによるコダグ方式と、いずれもがスタービンエンジンを搭載してきたのに対し、本級では、 ストックホルム級の巡航機を3機搭載して、ディーゼルエンジンのみによる、主機構成としている。また推進機についても、従来は、スクリュープロペラであったのに対し、本級では、ウォータージェット推進機が採用された。装備面では、おおむねストックホルム級のものを踏襲したものとなって、おり、主兵装となる、艦隊艦ミサイルも r b s 1 5発発である。 ミサイル射撃式装置は RCI-400 である。方向兵器としては、監視艦板にボフォースマークに70合計メートル単装速射砲をまた、完備艦板に7十合計メートル単装機銃を一機ずつ備えている。砲射撃式装置はサーブ q l v 四百五十である。電子戦システムは QCM-300 電子戦式装置を 中核として、アルゴシステムス社のキャロル電波探知妨害装置と、ソーン EMI セプター XL 分析装置36連想デコイ発射機2機を連接している。1985年12月1日に4隻が発注された。さらに2隻の追加建造も検討され、予定完名も決定されていたが、これらは実現しなかった。ありがとうございます。